この動画は、以下の内容を含みます。これが嫌な方はブラウザバックを推奨します。それじゃあ、続きをやっていくけど、雲取山に行く前にしておきたいことはある?特に必要のない茶番。却下。別にないぜ。私もないわね。じゃあ、いつ頃に雲取山に行くか決めて。話はまとまった?今夜に、雲取山の西登山口に集合に決まったのぜ。了解、じゃあ時間を夜、場所を雲取山に飛ばすよ。やっと高、遅いよ。いや、まだ予定時間の10分前よ。デイジ君が早すぎるのよ、相変わらずせっかちねえ。まあそれは否定しないが、とりあえず、行くぞ。多分、ここ、だよな。多分、合ってる。ここ以外小屋なんて見なかったし。何か、少し登ったところ、だよ。1時間かかったぞ。まあ、3メートル越す生き物からしたら少しかもしれないわね。ここで3人は、とある匂いに気がつくよ。それにしても、ここらへん、すごくタバコ臭いわね。これだけ開けた場所でも匂うって、相当だな。とにかく、早く小屋の中に入ろうよ。ああ、そうだな。さてと、ここからどうする？小屋の中は暗いの？外も夜だし、小屋は結構暗いね。じゃあ、探偵組は懐中電灯、レイジは暗視ゴーグルを使って目星をするわ。じゃあ、探偵組は小屋の中にあったタンスの裏に、階段が隠れているのを見つけた。あ、地下に降りる階段ってこれじゃない？多分これね。お、見つけたのか？多分ここから地下に降りれるわ。階段を降りていくと、そこは見渡す限り何も置いていない白い部屋だった。ここで3人、幸運振って。嘘だ！なるほど、じゃあ2回分としてフローかな。参加、しょっぺい。じゃあ、その部屋には、3人の登山客らしき人がいた。あれ、あなたたち、こんなところで何をしてるんですか？うわ。どうしたんだ？なんで急に攻撃して、危な。ち、攻撃の理由がわからんか、こいつら沈めるぞ。リサと山男 A のデクスタリティが一緒だから、2D10 で大きい数字が出た方が先に行動できるよ。数字実際。このタグ出る数字偏りすぎてない？まあいいや、とりあえず順番は。フリッカ、レイジ、山男 C、リサ、山男 A、山男 B という風になったよ。じゃあまず、フリッカ。山男たちの様子を目星するわ。山男たちは全員、目が座ってるよ。あと山男 AB はリサ、C はレイジを受け流すよ。じゃあレイジは、山男 C にキックでノックアウト攻撃をするわ。拳で受け流すよ。山男 C はリサを拳で攻撃するよ。次、リサ。リサも山男 C にマーシャルアーツ&キックでノックアウト攻撃をするぜ。山男 C は回避するよ。山男 A はリサに投擲で攻撃するよ。グ。山男 B はレイジに投擲で攻撃するよ。一周回ったから、またフリッカ。山男 A の攻撃を受け流すよ。じゃあ山男 A はリサ、B はレイジの攻撃を受け流すよ。レイジは山男 A にマーシャルアーツ&キックでノックアウト攻撃をするわ。山男 A は回避するよ。
やばい。立て続けに二人も蹴り倒された。リサは山男 A にマーシャルアーツ&キックでノックアウト攻撃するぜ。回避。戦闘終了だよ。たく、ほんとなんなんだよ。さっき気づいたんだけど、この人たち全員目が座ってたわ。目が座ってた？こいつらラリってんのか？かもしれないわね。多分、ラリってるんじゃなくて、あれのせいだろうけど、今はまだ知らない設定だろうからあえて黙っとこう。とりあえず、そこの人たちが起きないうちにこの部屋を出た方が良さそうね。この部屋には扉はあるの？真正面に一つだけあるよ。じゃあそこから外に出るぜ。ちょっと待って、その前にレイジの怪我に応急手当てしないと。完全回復したわね。じゃあ聞き耳してから外に出ようか。じゃあフリッカはかすかに外で足音がしているのを聞く。じゃあ足音が消えたら外に出るぜ。なるほど、少し経つと、足音が消えていったね。へえ、なかなかしっかりした作りしてんじゃねえか。間取りがどんな感じかはわかるの？この階だけの間取りならわかるよ。なるほど、やっぱりまだ下に階があるのね。この階の間取りはこんな感じだね。ちなみに、今出てきたのはあの部屋だよ。胃の部屋の横にある縞模様は何なのぜ？階段だよ。で、この後どう探索するの？どう？安全に全員で行動するか、速さ重視でバラバラに探索するかってことよ。じゃあ、速さ重視で行くのぜ。じゃあ、レイジとフリッカは一緒にして、リサは一人で探索にする？え、なんでなのぜ？レイジは脳筋、フリッカは貧弱だけど、リサは目星だけならどうにかなってるからよ。じゃあ、そこんとこ含めてロールして。部屋がそれなりにあるし、分かれて捜索しましょう。そうね。じゃあ、リサちゃんは一人で捜索お願いね。え、私が一人の側なの？え、ダメなの？いや、ダメじゃないけど。私一応、女よ。いや、お前は普通の女やめてる。何かい、さあ。いや、なんでもないぞ。女とか男とかそういうのじゃなくて、レイジ君は探し物苦手だし、私は喧嘩はさっぱりだから一緒に行動した方がいいかなって思ったのよ。その点、リサちゃんはどっちもできるでしょ？ああ、なるほど。わかったわ、一人で頑張るわ。さて、どこを捜索するの？じゃあ、レイジたちは、リサは井の部屋でいい？いいぜ。じゃあまず、レイジたちの方からやっていこうか。そういえば、二人ともよかったね。え、何が？部屋に入るときに聞き耳せず入ったのに、誰もいなくてよかったねって言ってるの。あ、忘れてた。はぁ？とにかくロールして。じゃあ、目星をして手がかりを探すわ。二人とも、目星いいものは見つからなかったよ。じゃあ今度は、絵の部屋に行くわ。廊下に出るときと部屋に入るときに聞き耳をするわ。部屋から出るときは音はしてないね。そして井の部屋からは足音がしてるよ。じゃあ、音を立てないようにそっと開けるよ。なるほど、それじゃ次は、リサの方だよ。リサが入った部屋には、男がいた。その男は顔の大半が隠れてはいたが、少なくとも人間ではないことが伺えるね。そんなものを見てしまったあなたは、成功で0、失敗で 1D6 の3チェックだよ。貴様、ここで何をしている？さあ、何をしてるのかしらね。はぐらかすな。薬も効いていないようだし、部外者か。まあ、そうなるわね。ならば、死ね。キックで受け流しするぜ。そんな攻撃じゃ、私には勝てないわよ。くっ。
小賢しい娘ね。マーシャルアーツ&キックで攻撃するぜ。カギ爪で受け流すよ。カギ爪で攻撃するよ。マーシャルアーツ&キックで攻撃するぜ。カギ爪で受け流すよ。リサの蹴りでヘビ人間の頭は潰れ、生き絶えた。じゃあ、ヘビ人間の服の中を漁って目星をするぜ。なるほど。じゃあリサは、服の中から試験管を見つけるよ。中身は何なのぜ？無色の液体だよ。なるほど、じゃあ聞き耳を部屋を出るとき等の部屋に入るときにして移動するぜ。両方よくわからなかったね。それじゃまた、フリッカたちの方をやっていくよ。とりあえず3チェックして。全然削れないんだけど？忍び足で近づいてマーシャルアーツ&キックで攻撃するわ。誰だ？それじゃあ、ここから戦闘開始だよ。順番はフリッカ、レイジ、ヘビ人間で、ヘビ人間はレイジの攻撃を受け流すよ。ダメ元でパンチしてみようかな。マーシャルアーツ&キックで攻撃するわ。カギ爪で受け流すよ。ヘビ人間は壁に叩きつけられて生き絶えたね。ヘビ人間が何か持ってないか目星をするわ。じゃあフリッカはヘビ人間の服の中から ID カードのようなものを見つけるよ。じゃあ聞き耳をしてからかの部屋に行くわ。両方とも何の音もしないよ。じゃあ移動するわ。すごく物がごちゃごちゃ置いてあるわね。確かにな、何か手がかりがあるといいが。手がかりがないか目星をするわ。それじゃあフリッカは、目星いものはないとわかるね。ここには目星いものはなさそうね。え、そうなのか？まあお前が言うならそうなんだろうな。聞き耳をしてからくの部屋に行くわ。両方特に何も聞こえないね。ここでも目星をするわ。この部屋にも目星いものは見当たらないね。じゃあ、リサの方に戻ろうか。こっちも目星をするぜ。この部屋も手がかりはないね。聞き耳をしてから木の部屋に行くのぜ。ここでも目星をするぜ。じゃあ、何も見つからなかったね。後半は何も見つけれてないのぜ。とりあえず、フリッカたちと合流するのぜ。リサ、なんか見つかったか？途中で戦った敵がこんなのを持ってたわ。そう言いながら見つけた試験管のようなものを見せるぜ。これは何かの薬品かしら？敵が持ってたところを見ると危ないものの可能性が高いけど。そっちは何か見つかった？どこのかはわからんが、ID カードをパクってきたぞ。うわぁ、警察が物取るとか最低だわ。いや、あれは人じゃなかったから脳幹だと思う。え、そっちも人材だったの？ってことは、そっちもだったのね。まさかとは思うが、ここって人体改造の施設なのか？考えたくないけど、そうなのかもしれないわね。なら、なおのこと急がなきゃ、早く下の階に行きましょう。